はい。それでは、飛躍階段行列について今回は解説をしていきます。まず、飛躍階段行列の定義なんですけれども、飛躍階段行列の定義はどういうものかというと、まず、階段行列であるということですね。はい。階段行列なんですけれども、さらに追加の特徴があります。前回階段行列の定義のときに、この階段の段になる列ですね。 のこの成分のことを、まあ、ピボットというふうに言うことがあります。これは教科書によっては書いてない場合もあるんですけども、まあ、ここではこのピボットという言葉を使うことにしますが、このピボットの列ですね。ピボットの列。この例だと、ここにもう一行あったとすると、こうあったとすると、例えばこれだと、1行、2行、4行、5行と,ということになりますけども、この列がですね、基本ベクトル EI になっていると。一つ目の 階段、一段目の階段に相当する列のやつは、これが E1 になっていると。E1 な。で、二列目は E2 になっていると。まあ、こういうふうな性質を持っていますね。ここに例が書いてありますけども、この二つの例で見てみましょう。一つ目の例では、ピボットは一列目と二列目にあるわけですけども、一列目は E1、二列目は E2 になっていることがわかります。 それから二つ目は、一列目が E1、二列目が E2、三列目が E3 と、e、E1、E2、E3 が続けて並んでいますので、で、三段。ま、三行の行列ですけども、三段ありますので、この回数3ですので、ピボットの列が全て基本ベクトルという性質を満たしています。ということで、このピボットの列が基本ベクトルというのが、この飛躍階段行列の定義ということになります。 例えば例としてですね、この行列ですね、1列目、2列目が別に E1、E2 である必要はありません。このように、階段の段になってないところは、ここは E1 ではありませんけども、これは問題ないですね。はい。で、階段の段になっているこの1列目と3列目のところが E1、E2、E1、E2 になっている。ので、これは飛躍階段行列ということになります。で、当然、1列目がですね、階段の段がないという状態、つまり0ベクトルになっていると。 ゼロ数ベクトルになっているという場合がありますから、この場合はもちろん1列目が E1、e e、というわけではなくて、1列目が0という場合もあるということですね。2列目、3列目が E2、E1、E2 というふうになっていますと。次の例では、もちろん E1、E2、E3 と続く必要はもちろんないわけで、E1、E2 飛んで E3 というふうになっているという場合ですね。はい。これも、 飛躍階段行列です。で特にまあランク1の場合は非常に簡単で、1行目のところにこうあって、1行目のところにここの先頭が1であればですね、これはまあ問題ないということですね。はい。それでは例題クイズをやってみましょう。以下の行列のうち飛躍階段行列を全て選べということですね。はい。今の定義を思い出して、この各行列、A1 から A6 の行列が飛躍階段行列であるかどうかを確認してみてください。 はい。それではちょっとやってみましょう。はい。それでは正解はですね。はい。こちらとなりますね。A1 はですね、3行目、A1 はですね、3行目のピボットは33で、要するに3段目のところですね。3列目ですね。で、3列目にピボットがあるわけですけども、3列目が E3 ではありません。3つ目のピボットが E3 ではありませんので、これは、 ここのところはね2、2になってますから、残ってるんですね。ということで、これは、飛躍階段行列ではありませんと。で、A2 はここ、e、ここが E1 と、ここが E2 というふうに、こういうふうになってますから、これは、飛躍階段行列ですと。A3 はですね、これ、こことここ、まあ、多分入れ替えると、うまくいくんですけども、時々ね、飛躍階段行列に変形しなさいってものでやると、あの、こういう状態、ここで止めちゃう人はいるんですよね。 ま、頭の中で多分、あのー、ね、行を交換してるんだと思いますけども、それは飛躍階段行列ではないので、まあ、連立一時方程式解くときもですね、あのー、方程式入れ替えて何が悪いのというのは確かにあるんですけども、えー、ここでですね、約束ごととして飛躍階段行列というのはまず階段行列であって、で、えー、その各ピボットの列が基本ベクトルであるっていう定義ですから、まあ、定義に基づいて言うとこれは飛躍階段行列ではありませんので、えー、ちゃんと飛躍、後でやる変形のときもですね、 飛躍階段行列にきちっと変形するというのを最後までするようにしてください。はい。四つ目はどうですかね。四つ目は、あ、この中、見た目騙されそうですけど、これ階段行列じゃないですね。階段行列じゃないので、これダメですと。はい。で、英語についてはですね、これは、あここのところにゼロがありますので、階段行列のになっていないわけですね。はい。まあ、ここも、これも確かにこれ入れ替えたら、これ実は飛躍階段行列なんですけども、一歩手前みたいな状態ですね。 はい。で、最後の A6 はこれは飛躍階段行列ということになります。ちなみに飛躍階段行列という用語はですね、まあ本によってバラバラで、行間約系とか行間約行列とか間約化行列とか、まあいろんな言い方ありますけども、まあ英語ではローリデューストエシュロン法、もしくは、あえー、リデューストローエシュロン法などと言いますけども、二つほどちょっとクイズですね。まず一つ目は、ゼロ行列は飛躍階段行列ですかっていうことですね。 はい。どうでしょう。はい。これは飛躍階段行列ですね。まあ、0行列というのはランクが0ですからあ、要するにピボットがないので、E1、えー、E2、E3、e、がなくていいわけですね。まあ、これはまあ階段行列で、これは飛躍階段行列でもあります。はい。N 字正方行列でランク N の飛躍階段行列はどうなりますかということですね。はい。これはどういう行列になるでしょう え、ラン、N 字が分かりにくかったら3字でも2字とか3字でいいですね。3字正方行列でランク3の飛躍階段行列はどうなりますかはい。これは書いてみましょう。階段行列。まあ、階段行列は正方行列ですから、ちょうど1段ずつ行くわけですね。で、しかもどの列も全部基本ベクトルになってるわけですから、まあ、要するにこういうやつですね。 こういうやつですね。はい。これ単位行列になるわけですね。単位行列になります。ということになります。はい。それでは、飛躍階段行列の定義の例題2つ目をやりたいと思いますが、飛躍階段行列ですね。えー、定義が分かったところで、この、例えば 2×3 行列とか 3×4 行列とか 5×10 行列とか、いろいろありますけども、そういう行列の飛躍階段行列っていうのも、いろんな形があるわけですね。 でかい行列だと、大きい行列だとちょっと大変なので、2×3 行列のである飛躍階段行列、R をすべて列挙せよ。で、こういうものでやってみましょうえ。ただし、2の数値が取れる部分はスターで表しなさいと。まあ、その、すべて列挙せよと言われてですね、えー、例えばこの場合ですね。えっと、103014000。はい。じゃあこれと、102015000。 全部これ、あの、違うものとしてやると、これ、あの、数えられませんから、まあ、比較は無限個あるわけですねこうな。何でもいいわけですから。ということで、え、そ、それは困りますので、えこそこはまあ、スタートを表して、この形のものというふうにすれば、えー、形ですね。形として同じものは全部一つにまとめて、いくつありますかこういう問題ですね。はい。それではちょっと考えてみてください。 え、どうでしょうか。回数で倍分けしてと書いてありますから、まあ、回数で倍分けしていきましょう。まず、回数っていうのはですね、これは当然行列のサイズを超えません。行列のサイズが 2×3 ですから、これは2行しかない行列ですから、これはまあ、あの、ランクが3ということは絶対ないわけですね。最大でランクは2であるということですので、もちろんランク0っていう場合もありますけども、ランク0を含めて0、1、2の3通りになります。はい。 まず0の場合は、これはもう0行列。2×3 の0行列しかありませんので、1通りのみですね。はい。ルコール1の場合ですね。1の場合は要するにランク1ですから、これは1行しかないと。ですから、最初の階段の段がどこにあるかということだけですね。ピボットはどこにあるかということだけで、3列しかありませんから、もう1、2、3のどれかしかない。で、これを具体的に書くとですね。はい。このようになりますね。一番最初にあったら、1、スター、スター。 2番目にやったら01スター。3番目にやったら001。これはもう、数値の自由度なしですね。はい。次にランクが2の場合ですね。ランクが2の場合は、ピボットの位置は、要するにまあ、3列あるうち2箇所がピボットになるわけですから、まあ、組み合わせですね。はい。ということで、こういうふうになります。12の場合はあ1行、1列目と2列目が10と01。 13の場合は1列目と3列目が1001と。23の場合は2列目、3列目が1001と。こういうことですね。はい。ということで、まあ、クイズですけども、N×M 行列の飛躍階段行列全部で何通りあるだろうかっていうことですね。はい。これをちょっと考えてみてください。まあ、これもランクでちょっと場合分けしないといけませんけれども、はい。まあ、ランクごとに、ランクを固定してランク R の飛躍階段行列はいくつありますかと。 まあ、そういうふうに考えれば、優しいですね。はい。よろしいでしょうか。まあ、あのー、ランクが、えっと、このミニマムの NM 以下であればですね。ミニマムの NM 以下であれば、あれば、まあ、C の MR 個、あるいは MR 個、えー、M5 から R 選ぶ組み合わせの個数、あるわけですね。ということで、えー 実際にだから R がこう N が小さいと M まで全部動けませんから全部で何通りっていうときにこれシグマで R イコール0からまあこのミニマルあ範囲とこういうことになるわけですね。はいまあ、記号でこう書くしかないですね。では以上でえ100階段行列の定義のお話を終わります。